マフィンティンポテンシャルとは、アップポー、ルーメントポー、KKR 法等、全電子によるバンド計算手法で用いられるポテンシャルである。マフィンティンポテンシャルは、原子核部分を記述する多摩対象なポテンシャル部分と、それ以外の平らな部分とからなる。この平らな部分は通常、V コール0とするが、手法によって、ゼロとしない場合がある。マフィンティンという名称は、 ポテンシャルの形がマフィンという歌詞を焼くための器具の形と似ていることから付けられた。原子核ポテンシャルに玉対称性を課さないものがフルポテンシャルによる手法である。マフィンティンポテンシャルにおいて原子核部分を記述する玉対称なポテンシャル部分のことをマフィンティン玉と言い、この部分の半径をマフィンティン半径という。通常、 周りの他のマフィンティン玉部分と重ならない範囲で、なるべく大きな値を取るようにする。マフィンティン玉同士が重なることはない。ありがとうございます。